中国の国家噴使館グアンファウェンスグアン四川麻辣春雨乾燥春雨に液体ビーフマッツスープ火薬にフォークがついています。麺は細く中国の春雨でよくある噛み切れないほど硬い麺ではなく適度な柔らかさがあります。スープは豆板醤と花椒の刺激が実に強烈で少しずつしか口にすることができません。化学調味料っぽいですがこの手の製品としては十分な旨味が出ています。中国春雨のお約束ともいえる大豆は健在です。でもちょっと日本人の味覚には合わないでしょう。